氷の階段、葬儀。私が高校生の頃のお話です。親戚のうちが亡くなり、葬儀に参加していた時のこと。お坊さんが棺の前でお経をあげていたのですが、その際いとこの7歳くらいの息子くんが突然大きな声で泣き出したのです。いとこがなだめようとするも、その男の子は一向に泣き止む気配もなく、見かねたうちの母親が、あんたちょっと休憩所に連れて行ってあげなさいと私に子守を任せてきました。仕方なく私は母親に言われるがまま、泣き続ける男の子を連れ出し、葬儀場の中にあるロビーで休憩することにしました。適当に子供が好きそうなジュースをチョイスし、男の子に渡すと、ようやく落ち着いてきたのか、一口二口とジュースに口をつけ、やがておえつまじりの声で私にこう言ってきたのです。あのね、おじちゃんの入ってる箱の、おじちゃんの入ってる箱、つまりおじの遺体が安置されている棺桶のことです。男の子は鼻をすすりながら話を続けてくれました。この上にね、頭の大きなお坊さんみたいな格好をしたのがいてね。頭の大きなお坊さん、お経をあげているお坊さんのことかと思い、お経をあげているお坊さんじゃなくてと聞き返しました。すると男の子は激しく首を2、3度横に振り、両手をいっぱいに広げ、目の前にある丸テーブルをつかみながら、これよりも大きい頭のお坊さんみたいなのが、おじちゃんが入ってる箱の中に手を入れて何か食べてたの。青ざめた顔の男の子はそこまで言うと、悲痛な顔をくしゃくしゃにゆがめ、思い出したかのようにまた泣き出してしまいました。後で聞いた話ですが、おじは定年退職後に家庭の悩みを抱え、うつを患っていたそうで、自殺だったそうです。